はい、どうも、お疲れ様です。岸田総理がですね、まあ、今度の衆院選の解散を示唆したということなんですよ。まあ、今回はその誤報についてお話ししようかと思います。まあ、総裁選前の衆院選の解散はまあ誤報だということなんですけども、実際どのあたりまでが誤報なのかがちょっとはっきり分かっていません。まあ、私の確かな筋からの情報によると、これは衆議院が解散ではなくて、実はですね、岸田総理の ご家庭が解散ということでね。まあ、なんと奥さんに見下り犯を突きつけられたというのが現実だそうです。というのがご法らしいんですよ。まあ、一体何がご法なのかわかりませんけども、今ご覧いただいているのが岸田総理と奥様です。なんとも素敵じゃないですか。まるでですね、この総理夫人が集まってできる紅の会っていうのがありそうですよね。まあ、の会っていうのは、例のですね、えあれですよ。白い巨塔ですよ。 あそこに出てきた、東教授の奥さんが、まあ、私も紅の会に行けないじゃないですか、すからね。東教授が退職しようとするのを自分の立場が悪くなるから退職やめてみたいにすがるところがありましたけども、実際紅の会ってあるんですかね大体何が紅の会なんでしょうかねもしかしたら、なかなかご主人が仕事を辞めてくれないっていう、あの紅の会ですかまあ、どっかで聞いたんですけども、定年退職した後もね、なんか地域の公民館ばっかり行ってね、奥さんが怒ってるみたいな、そんな過程もあるみたいなんですけども、 あなたのご家庭はいかがでしょうかということで、今回の動画そのものがご報でございました。それでは。